新コーナー、ランクル専門店のスタッフに一番好きなランクル何って聞いてみた。今日はですね、ランクル調布店に来てます。フレックスドリームの歴史はここから始まります。ランクル専門店のスタッフに一番好きなランクル何って聞いてみた。スタッフそれぞれみんな今忙しい仕事してるんだけど、ちょっと捕まえてみたいと思います。松原君、お疲れ様です。松原君的には何、ランクルシリーズの中で一番好きなランクル。僕はそうですね、ランクルの60。これ今60オーナーですからね。かっこいいよね、松原君の60もね。僕の60はそうですね、自分で言うのもなんですけどYouTube で出そうか。あ、ぜひなんで60が良かったの。そうですね、もともと入社するまではもう新しい車が大好きだったんですけど、古い車に触れ合ってるうちに、かっこよかった、それがかっこいいなと、いざ買ったらもう毎日、めちゃめちゃ楽しいです。60でした。ひべくん、ひべくん。調布店のテクニカルスタッフのひべくん。キベ君が一番好きなランクルシリーズは何？僕はランクルの70が、うん、おー70、まあ、海外とかでも未だに新車で販売され続けてる、はいはいはい、やっぱりアクロ走破性は、アクロ走破性ね、自分で買うなら70が、70に1票入りました。ちょっといい？はい調布店の事務スタッフの秋元さん、秋元さんが一番好きなランクルは何ですか？はい、ランクル80です。即答80、どんなやつがいいの？もう断然ガスマニです。ガスマニがいいんだ、はい、80に1票入りました。あ、いた、何やってんのよお疲れっす。あの調布店の営業マンの、黒岩君です。クロちゃんの一番好きなランクルは何ですか？自分は60が、やっぱね、また60に1票入りましたね。どんなところがいいですか、60の？旧車なんですけど、まあ、実際ちゃんと走れる、いわゆるクラシックカーというと旧車に比べると全然普通に足代わりに、ね、使えちゃうもんね。別だに60ならではのいいですね、旧車って感じがして好きです。なるほど、なるほど。60にね、1票入りまして、まっちゃん見つけましたよ。まっちゃん、はい、すいません、ちょっといい？はい、お疲れ様です。調布店の、テクニカルスタッフの、松本さん、あの大ベテランで修理、車検、もちろんカスタム、あとあれか、人生相談は、ちょろっとあの調布店をね、ご利用になった方は、ご存知の方も多いんじゃないでしょうかね。大好きなランクル何ですか？まあ、ズバリやっぱ60ですね。60だ。80の方が乗り心地いいよね。まあ、乗り心地に関しては80コイルスプリングに変わって、まあ、60は前のまんま、色はそれでその板バネの独特の味ですね。もともと80乗りだよね、前はね。一番最初は60のオートマ乗ってるんです。あ、そうなんだ。で、80のガスマニに乗って、で60のガスマニに変わったんだ。何がそんなにいいの？まあ、やっぱ見た目もありますし、すごいアナログなんで、窓もくるくるなんで、コンピューターとかに頼ってないっていうところですかね。そこが魅力なのかね。ランクル調布店の、鴨下店長です。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。一番好きな、ね、ランクルは何ですか？はい、60です。また60だね、60に1票な, なんで60がいいの？いや、もうやっぱり60は
もともと僕も入社する前にもう60に乗りたくて入ってきてるんですよ、うん、で今も60所有してます、あ、そう、はい、綺麗な60乗ってるんですよね。でもあえてカスタムしてないよね僕は。むしろね、むしろ、まあ、オリジナルにこだわってあの純正のまま乗ってます。なんでこうみんなスタッフが60好きになっちゃうんですかね。60の一番の魅力はやはり生き物ですよね。あ、朝と夜、夏と冬、それによって、まあ、ちょっとその機嫌が違ったりとか、はいはいはい、そういう味を楽しみながら、まあ、乗るのが楽しい。どうですかこの60愛。でもね、はい、調布店としてはそうです、ね、60だけじゃなくてね、はいはい、まあ、今最近新しい現行モデル の、 あの150プラド、150プラド、ね、はい、新車ですね、はい、150プラドのカスタムもそうですし、新車のカスタムコンプリートです、ね、はいはい、非常にお客様からご好評もいただいてまして、はい、数多くオーダーも入ってます。そういえば聞いたんですけど、はい、なんか新しいまたカスタムスタイルが完成したって。そうなんですよ、ぜひちょっと見てみましょう。はい、はい、お願いします、はい。皆さんこれです、120プラド、はい、ナローだ、ナロースタイル、ナローボディ、はい、まあ、国内で売られてた120プラドはもう全部オーバーフェンダーがついてボリュームのあるタイプですよね、120って、はい、まあ、海外で販売されてた120プラドの中ではこのナローボディのスタイルのプラドがあって、 あるんですね、海外だとね。でそれをイメージして今回作っちゃいました。本当はここにこうあって、そうです、ここもここもあります、ドアのパネル、ドアもね、はい、本来はありますよね。あります。でそれに合わせてホイールもぴったり収まるタイプのものを今回フレックスドリームオリジナル、これね、作っちゃいました。これはもう120専用ですか。120専用ですね、気合い入れて作ってます。これもそうです、ナローボディ専用の純正のフロントバンパー、はいはいはい、輸出仕様ですね。はい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 、2700のガソリンエンジンですよね、はい、120って、はい、2700のガソリンでしょ、はい、で3400のガソリン、はい、と4リッターがあるんです。4リッターがあるよね。そうなんですよ、ドアミラー、ドアハンドルね、はい、ブラックペイントして、この辺もね結構ノーマルだとボリューム、そうですね、かなり結構ボリュームあるんで、それも全部ナロー化して、はい、はい、でこう来て、でリアバンパーももちろんナロー用のリアバンパー使ってます。これも海外仕様の、もちろんそうです、はい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 、今まで我々ほらランクル専門店もなんかあんまり注目してこなかったというか。そうなんですよ、ね、だ今ここ最近やっぱ9号プラドが非常に人気があって、はいはい、でその次の新しいモデルで車としてはいい車なんですけども、ちょっと少し注目が浴びてなかったモデルなんですよね。ここにちょっと目をつけて、はい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 、はい、まだ乗ってる方も少ないですし、見たことないです ね、 そうですね、120の名号はねないですね。皆さん見てください、はいはい、はい、内装はペンドルトのシートカバー、120はまだラインナップとしてはなかったんですけども、今回このナローボディを作る上で作っちゃいました。で3列シートなので3列分まで全部しっかりと、そう8人乗りなんですよ、5人乗りもあるんですよ、5人乗りもあります、はい、であとこちら今回作ったガシマットなんですけども、はいはいはい、なんか材質的な問題なんでしょうけど結構ねひび割れてる車多いですよね。多いですね。でまあそれで、まあ、気になる方も多いので、そこはうちの方でちょっとこだわったダッシュボードマットを今回製作してます、はい、まあサイズ感はねちょうどいいですね、ちょうどいい運転しやすそうなサイズ感で、ナビの高さもねこの位置だったら見やすいし、はい、よくほらあの古いモデルだと下の方に、ね、ナビあったりするやつあるけど、ナビっていうかあのオーディオのねスペースがこの位置だったら全然、これが120プラドのインテリア、ここのね感覚もちょうどいい、はい、この120を見てて特に思ったのは引き算のカスタムっていうの、そうですね、あえてそのついてたものをこう削ぎ落として、研ぎ澄まされた感じが、た逆にただまあ本当にすっきりと引き算をしてしまったので、このあと、乗っていただけるお客様たちにはまあプラスでラックをつけたりとか ARB のバンパーですね、そうですね、はい、そうですね、そういうのを変えてあのプラスをして楽しんでいただけるっていうこともあります。はい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 、まあ、こんな感じで調布店、新しい車種もそうですし
古い車種も数多く取り揃えておりますので、皆さんお気軽にお越しください。ランクル調布店ね。はい、調布店まで。調布店。また次回も見てください。はい、バイバイ。はい、OK でーす。あ、終わった。じゃあまだ間に合うよ。行きましょうか。知らないよ、俺怒られても。大丈夫です。